粉が今日すごくって、まあ、波動士でも花粉症になったり風邪ひいたりとかします。まあ人間だものっていうことなんですけど、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はハンドメイド作家さんになりたいって人向けになってしまうんですけども、まあ、そうでない方も何かヒントになることがあるかもしれないので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。で、どういう内容かというと、通常の考え方とは逆転の発想になるかなと思うんですが、僕独自の、そんなそっちから考えますみたいな3ステップのハンドメイド作家さんになるための考え方をお伝えしようと思います。一般的には普通自分の作品があって、でその作品をどうやってお客様に届けるかっていうことをいろいろ考えるわけですよね。でもちろんそれも大事なんですが、残念ながらハンドメイド作家さんで人気作家になったにもかかわらず苦しくなって辞めちゃう方っていうのが少なからずいらっしゃるんですよね。でこれどうしてかっていうと、売れば売るほど赤字になってしまったり、赤字にはならないんだけど時間ばっかり取られて何も残ってないっていうことになってしまうと、売れるほど苦しくなるってことになっちゃうんですよ。できれば自由に生きてもらえる人が増えると嬉しいなって思ってる僕からすると、それだけでもすごい悲しいんですけど、もう一個残念なことがあって、苦しいなっていう思いで作ったものをお届けしなきゃならなくなっちゃうんですよね。そういう波動で届けてしまって、それをまた誰かが使うっていうのは二重になんか悲しいですよね、僕的に。だからそういうことがないように、こういう考え方もありですよっていうので聞いてもらうと嬉しいです。最初のステップなんですけど、それは何かっていうと、自分の作家活動をしている姿を明確にイメージして、いくらの売り上げを取るぐらいの作家になってるのかってことを最初に決めてほしいんですね。1年後でも2年後でも3年後でも構わないんですけども、その自分の理想とする作家活動をしている状態を思い描いて、その頃にはどれぐらいの売り上げを出している作家さんになっているかってことを最初に考えてほしいんですよ。でこれが明確になってないと、売れてるのに売れてないっていう風な感覚になってしまったりすることがあるんですね。例えばまあ1ヶ月に10個作品が売れたとしますよね。で1ヶ月に10個売れるってすごいことなんですけども、売れてるのに、なんか売れてない、これでは生活ができないって考えてしまえば売れてないになっちゃうじゃないですか。で何が一番困るって、その売れてない波動を放つことでその現実をさらに引き寄せて、それをそのスパイラルに巻き込まれてしまうっていうのも残念だし、がっかり感で作ってる作品に込められた波動を購入された方がそれを使ってしまうってことも残念ですよね。だからそれが逆にですよ、まあ1ヶ月1個売れればいいって思ってる作家さんが1ヶ月10個売れたら万々歳じゃないですか。そういう作品って良いエネルギーがこもるんで、自分もハッピーだし使ってる人も幸せになりますよね。まあ、できればそういう風になってもらいたいっていうことは、最初に目標を数字で明確にしておくってことが大事です。2番目なんですけども、その1ヶ月の目標の売り上げに対してどれぐらいの単価にすれば自分の目標が達成できるのかってことを考えるために、単価を決めるっていう作業に入っていきます。でこの単価の決め方っていうのは、これは感覚値になっちゃうんですけども、例えば1ヶ月にこれぐらい、まあ、30万円の売り上げが欲しい作家さんがいたとすると、30万で自分の作品は1日1個ぐらいなら売れるかなって思える、信じられるんであれば、作品の単価は1万円必要になってくるっていう計算になりますよね。でどれぐらい売れるのかっていうのは、これは正直わからないと思うんですけど、わからないなりに毎月の売り上げ30万欲しいって人だったら30万売れるぐらいの感覚を持ってると思うんですね。自分が売れこんぐらい売れるかなって、要するに作家活動をしている状態を先に映像でイメージ化しているので、どれぐらい自分がバタバタと忙しく創作活動しているのかも描けていると思うんです。でその状態で1ヶ月これぐらいの売り上げだったら自分は何個ぐらいの作品を売ってる、であれば単価はこれぐらいの設定になってるはずだっていうことが見えるわけです。この作業何かっていうと、自分の未来のシナリオを先に選んでるってことなんですけどね、波動的に言えば。
思い描いてそれができるって確信できればその現実って実現するので、売りたいなじゃなくて、いける売れるって思える個数を考える。まあ、2ステップ目のまとめとしては、自分の作品をいくらの設定にすれば目標の金額に行くのかをきちんと割り出すってこと、作品の目標単価っていうのを決めるってことですね。じゃあ1万円の単価が必要なんだとしたら、次の3ステップ目に入るんですけども、その作品の単価に見合った付加価値を考えるってことですね。最初にやりがちなのは、自分で作れるものを考えて、でこれこうやって作って、みんなで他の人も売ってるから、まあ800円ぐらいかなみたいな感じで始めちゃうことって多いと思うんですね。別にそれが悪いとは言わないんですけども、そうすると売れた時に苦しい作家さんになってしまう可能性が出てきますよね。その売れた時に、わあこれ買ってくれたお客さんがいた、ありがとうございますって喜びの波動を込めてお届けできる作家さんになってほしいので、そのためには自分の目標に見合った作品とそのクオリティを付加価値として足せばいいわけです。付加価値の付け方としては、簡単なところで言えば1000円のアクセサリー、まあ、例えば1500円の単価が必要なんだったら1000円のアクセサリーに500円のなんかおまけのものをセットとして販売して、まあ、例えば付け替えができるようなパーツとしてもセットにしておくとかね。あとその天然石でもともとその商品価値が世間的に知られてて高価なものであれば、5000円の天然石をピアスにくっつけて6000円で販売することもできるでしょうし、まあ、そのピアスのポストを18金とかプラチナとかにすれば、その分またプラスで2000円3000円とかっていうのは価値が上がれば7000円とか8000円のピアスになるでしょうし、まあ、最近流行ってる隕石を使った例えばペンダントとかピアスとかにすれば、隕石が1万円だとするとプラス1000円のパーツをつけて1万1000円って販売することもできるでしょうし、まあ、18金のチェーンをつけたり、いろいろ付加価値って上げ方があると思うんですよね。あとはその、組み合わせでピアスとペンダントとセットで販売してギフト用のラインナップにするとか、まあ、ブレスレット、リングっていうのもあるでしょうし、その辺を自由に組み合わせて、自分が必要なその単価に至るまで付加価値を足していくっていう方法があります。これはまあパーツや組み合わせの仕方のアイデアなんですが、もっと他にもやり方ってあって、それは他の人が簡単にできないような素材のものを扱うっていうことです。これ例えばガラスもそうなんですけど、ガラスってガスを扱ったりするし、普通の日常の中ではしないような作業が非常に多いし危険なんですね、炎を扱うので。できる環境っていうのも限られてるから、参入障壁が高いジャンルなわけですね。ガラスってやるだけで希少価値っていうのは上がるし、同様に例えば焼き物とかも電気炉っていうのが必要なんですけど、これ電気炉ってちっちゃいのでも10万弱ぐらいして、大きいのになると普通に30万150万とかってしちゃうんですよ。お皿ですね、お皿とか、陶器、陶磁器のもので、ああいうものを使ったアクセサリーっていうのもそこでしか作れないので希少性っていうのは高いですよね。あと他には絵が描ける人はアクセサリーなりなんなりのものに自分のオリジナルの絵柄、唐草模様をつけるとか、お花の絵を描くとか、キャラクターをつけるとかでもいいと思うんですけども、自分の描いたその絵を作品の中に取れることで、これはもう自分にしか作れないオンリーワンの世界で一個の作品になるわけですよね。絵が描けるっていうのも有利に値段を上げられる要素だと思います。であと、まあこれちょっと脱線しますけども、音楽なんかができる人は CD を焼いてアクセサリーとセットでつけてあげれば、お客さんはその CD はいらないんだけども、でも付属品として綺麗な音楽が聴けるんだったらそれは嬉しいですよね。僕だったらもらって嬉しいかなと思うので、まあ、そういったところで少し価格を上げることもできるでしょうし、他は例えば詩とかポエム的なものを書ける人は、そういうメッセージカードや人っていうかな、パンフレットじゃないけど冊子的なものを商品と一緒に届けると、その作品の世界観が一緒に届けられるので、作品がブランド化するわけなんですよね。詩とかうまく書ける人は人の心を動かすことができるので、
作品が多分届いて、でもし小冊子が入ってて、そこに自分の作品に込めてる気持ちとか、アクセサリーのあなたにこうなってほしいっていう思いなんかが少し入っていて、あ、よかったこの作家さんの作品で。だって作品の一番の価値って僕はそこに込められてる気持ち、エネルギーの部分だと思ってるんで、そういうのが詩とかでついてたら、結局一度買ってくれたお客さんにとってその人の作品はブランドの価値がついてくるわけですね。そうすると初めはね、安い単価で販売しても3年後の自分の理想とする作家像としては、毎月1日1万円の製品を売んなきゃいけないっていう状態の時に、最初の段階では1000円1500円の作品からスタートしても、まあちょっと1000円1500円じゃちょっと乖離がありすぎるけれども、まあ、最初3000円ぐらいの商品で買ってくれた方がその冊子を見て、あ、この人の世界観すごい好きだなと思ったら、次もう一度何か誕生日やプレゼントの時に買ってくれる時に、3年後にはその1万円の商品を買ってくれるぐらい、あなたのことを好きになってくれるかもしれない。そういうふうにすると付加価値をつけていくと、言葉を使える方っていうのはすごい付加価値をつけることもできます。まあ、これ自分が普通にできる人ってあんまり価値を見出せないかもしれないんですけど、絵にしても音楽にしても詩にしても、それはある種人の心を動かすものなんですね。でそれっていうのは作品の形状もそうですけど、美しいって思う人の心を動かすプラスもう一個別の要素で人の心を揺さぶってもらえるわけだから、買う側としてはすごく嬉しいわけですよね。だからまあ世間にあるブランド商品ってそうじゃないですか。もうそのブランドが好きになってるから、その中から選んで買うわけですよね。だそういうものもそのハンドメイドの世界でも作れるっていうことです。まあ、まとめると、付加価値はいろんなパーツの組み合わせと、あとは自分にしかできないこと、他の人がちょっとできにくいものの要素を取り入れることで、オンリーワンの要素などが付けられることができる。一番大事なのは、自分がこの価格に見合った付加価値をつけてるって自負が湧くこと、そしてそれが売れた時に、ああ買っていただけた、嬉しいな、ありがとうっていう気持ちが込められる価格設定であるってことが重要になってきます。3ステップここまでまとめると、まず最初に自分の思い描く作家活動をしているゴール地点を映像として明確に思い描く。でその状態の時、あなたは毎日どれぐらいの作品を購入していただいているのか、どれぐらいの売り上げを毎月得ているのか、でそれが精度が高ければ高いほど売り上げのビジョンと商品単価のビジョンは先に見えてくるはずなんですね。未来のシナリオを自分がイメージで先取りして、でそこまで行くために、じゃあ自分は2年かかるのか3年かかるのかっていうのを決めて、でそのマイルストーンの中には段階的に、最初は安くてもいいからまず私のことを知ってもらうためにこのクオリティでこれを出そう、でもその商品の説明の中には今はこういう事情があるからこの価格になってますっていうことをちゃんと伝えとけば、1年後に値段が通常の正規の値段、自分が見合った値段にすることもできる。その後2年目には、さらに付加価値の高い商品を作れば、その価値に見合ったものを見出してくれた方は購入、リピートのお客様で購入していただけるってことになりますよね。まとめると、最初に映像で、その後は値段設定がいくらなら自分の目標に達成するのかということを考えて値段を決める。商品の値段に見合った付加価値をどうつけるかっていうところを最初に考えるっていうのが、これが僕流の逆転の発想です。僕はそうやって、結局ハド玉は最終的にガラスっていう素材に行き着きました。それが本当は波動を込めるにあたっては別にガラスでなくてもいいんですけども、そのやはり形状が持つエネルギーとか見た目の美しさが持つエネルギーっていうのも少なからずものにはもともとありますんで、それもうまく使えるものとなると、美しくて、触り心地のいい、そして、科学的ではない素材であるものということで、ガラスというのが一番僕の心に響いた作品で、まあ、タイミングが、まあ、こういうもので引き寄せをすると情報がバンバン入ってきて、あとは情報に乗っかってどんどん動いていくと、物事がうまく宇宙が応援してもらえるっていうふうになってきます。
どんな作家になるのかというゴールを最初に明確にしておくっていうことです。これすごい大事で、何を売ろうかなとか、どんな作品作りたいなっていうよりも先に、ハンドメイド作家になりたいっていうのであれば、自分がどういう作家生活をしてる人になりたいのかっていうのを考えるということが最優先事項になってきます。